タラゲーム、新人ゲームからタラゲームからなんだけど、サポート能力とかね、立てるゲーム、ここから見てるの知ってるよ、ここ強くなる。しゃがんだの。あの、ここまで見てる。ここまで見てるけど、さ、え、追ってないじゃん。マジで、ゲームや。こんな重いです。やってる。こんな重いですね。こんな重いでやってたら、UI ちゃんと見てる。細かいでしょ？UI のあれが動いてないんですよ。負けてむしゃくしゃしたぐらいで汚くないよ。フェアプレイです。だからゲーム成り立ってます。もっとどうする。正
くれよ。あ、何でもやってるよ、今の人たち。あ、もう、あれが動くから。使える？何個？へえ。多分終わってた。いや、いいんだよ。上田のタイミングを見上げながら、
回引きつけるの大きいだろ。あそこで見つかって時間稼いで引きつけるの意味ができて、まあよかったな。まあ難しいとは思いますけど。意味わかんねえじゃん、抜けろよまずよ。わかんねえんだけどよ、なんで来てんだよこっちの位置によ。どう逃げんだよ俺がよ、同じ位置にいてよ。どう逃げんだよ、意味わかんねえんだけど、どう逃げんだよ俺がよ。どう逃げんだよ俺がよ。どこに逃げんだよ俺が。そしたらよ、おめえがそこだったらよ、一発ももらわなかったらよ、できねえならやるなっつの。壁も入らねえんだったらよ、逃げれねえだろこっちはよ。疲れるよな、5代目が膠着状態なんだろ。でそこをうまく利用したんだろ俺が、うまいプレーで。じゃないと膠着状態でもう無理だろ、リーチだろ、3人ともリーチだろ。だから俺が引きつける役でいいだろ。ただしそのためにリスクは背負ってしまったけど、もうしょうがないじゃん、通電の方が優先だから。あのゲートそれで2人抜けていいよ、別にもう勝利は選んだんだから。よかったね、誰かのためにやるしかねえんだって。他の人がね失って3人の方が良かったから、俺でよかったんだ。いつのように見えてるけど、それを生かせばいいんだよ。頑張ってチェイスして、うん、よかったね。まず別に出る出ないが全てじゃないから。誰かが多分犠牲にならんと難しいんだろう。